ました。完全に今群れが入ってきた。よいしょー、イエーイ。ほら、レイター。メバルだ、やったー。ほら来た、ほら来た。気配を感じたらちゃんとこうやって食ってくれる。はい、バイバーイ。おー、こんにちは、渡辺武です。今回はですね、自分の地元外房で、ライトソルトゲームをやってみたいと思います。ターゲットはやっぱりアジとメバルですね。メバルはですね、実は前回もちょっと狙ってみたんですけど、さすがにちょっと時期が早くて釣れるのはもうイサキっていう、夏の魚のイサキっていう、ちょっと時期が早かったんですよね。あれから大体1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、このメバルをまたリベンジというか、ちょっとでかいやつを狙って、暗くなったらそのデカメバルを狙ってみたいと思います。で、その前にこの今ユーマ詰めなんですけど、ユーマ詰めはやっぱりアジング、この今堤防の先端なんですが、この堤防の先端からちょっとアジを、ジグタンで狙ってみようかなと思います。で、あともう一つ、暗くなったら多分ですけど磯とかに行ってちょっといいアジを、狙えたらいいかなと思ってるので、今回はそんな感じの、堤防のアジと磯のちょっと、サイズ狙いのアジと、あとは、デカメバル狙い、この3つをちょっとやってみたいなと思ってます。夕間詰めから夜にかけて、ちょっと頑張ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。お、いた、足元まで丁寧にやってきたらいました。これはアジでしょう。イエーイ。いやー、今1投目だったんですけど、いやー、よかった。というのは、実は昨日南風の爆風だったんですよ。ちょっと下見にも来たんですけど、もう全然釣りどころじゃなくて、もうなんだろうな、海の状況もちょっとリセットされちゃったかなっていう感じで、アジが今どこにいるかっていうのが全く把握できてなかったんですよ。で、さらにこの外房エリアっていうのは南風が吹くと水温が下がるんですよ。気温は上がるんですけど、表層というか沿岸の暖かい潮が沖に離れて、代わりに底潮、冷たい底潮が上がってくるんですよね。なので、おそらく今日水温が下がってるんですよ。いやー、これ実は今日ちょっと厳しいかなと思って、で、昨日の夕方散々悩んだんですよ。もうリスケしようかどうしようかなって悩んだんですけど、なんとかなるかなと思ってやってみて、1投目で釣れたっていうのがこの味なんですけど、だからめちゃめちゃ嬉しいよかったーっていうところです。いやー、嬉しい。あ、ちなみにルアーがですね、ピンビームとジグヘッドがアジングジグヘッド TG、 そう、 2.5g、 結構重いんですよ。重いんだけど、このユーマ詰めであれば、ベイトフィッシュを捕食する味が多いので、ジグヘッド重くても割と問題ないというか、そんなに影響が少ないですよね。いや、これはちょっとでも難易度が高いな。これ多分ワームないな、きっと。ほら、この耐久性の高いエラストマーですらこれですからね。お、いたー、足元まで丁寧にやってきたらいました。これはアジでしょう、これはアジでしょう、これはアジでしょう。イエーイ。素晴らしい。このフグだらけの中から絞り出した。イエーイ。サイズはでかくはないですけどね。でもね、むずいんすよ、今。この時間帯は。なんとか。したー。あー、バレたー。また食う。ほら、あー。これ完全に今群れが入ってきた。イエーイ。今の感じはあれですね、結構大きな群れですね。いや、このエアリティの SF もいい感じ。よいしょー、イエーイ、連発です。今の食い方はすごくいい感じですね。もうフォール中に実はずっとコツコツ当たりがあって、魚多分ついてるなって感じだったんですけど、で、一回かかってまたバレて、ですぐ食い直したというか、他の魚なんでしょうけどね、競い合うように奪い合うように食ってる感じなので、今完全に群れが入ってきたって感じですね。 2.5g 重いと思うんですけど、ジグタンの中では。でもこのウェイトじゃなきゃ釣れないんですよ。もっと軽くしても確かに釣れるっちゃ釣れますけど、その前にフグの餌食になりやすかったりとか、そもそも飛距離が届かなかったりとか、だから今のこの時間帯、このタイミングであれば、この 2.5g っていうのがおそらく最適解ですね。このダウンショットリグですね。今いい時間帯なので、おそらくアジさえ
まあ群れに当たればイージーにバイトする時間帯なので、このダウンショットでまあぶん投げてちょっと幅広く。さあ今沖側にキャストして、まあ着底させましょう一回で、あとはまあリーリングしながら、まあリトリーブしながら、まあこういうふうにシェイキングするような感じ。まあただ巻きとかでもいっちゃいいんですけど、まあシェイキングしながらのリトリーブが多いですね。ゴラクター、いたいた、ダウンショットでも1投目ちょっと重いかな。やっぱり沖側だとサイズが良くなったりしてくれるとありがたいけど、あんまりでもあれか、そんな変わんないか。1投目ですよこれも。よいしょー、ダウンショットね。こうやってね、ダウンショットまあ普通皆さん使わないじゃないですか。まあアジングイコールまあほぼほぼジグタンみたいな感じだと思いますけど、やっぱりジグタンだけだとどうしてもカバーできない魚も絶対いるんですよ。まあ、確かにジグタンでカバーできるかもしれないけど、今これたまたまダウンショットですけど、ダウンショットとか他のリグを使うともっとイージーに釣れる状況っていうのはめちゃめちゃあるんですよ。だからまあ確かにタックルをまあ2本用意 しなければいけなかったりとかっていうのはちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいですけど、でもこういうふうにあのいろんなリグを使うとアジングももっともっと幅が広がるんですよね。で当然その今この同じようなサイズですけど、サイズアップを狙えたりとかもするし、まあこのそれこそこのダウンショットなんかはめちゃめちゃ飛距離が出るので、まあ沖、まあすごい沖と攻められたりとか、あともう流れがすごい強いところとか、あとすごい深いところ、っていうのもこのダウンショットであれば攻められるので、もういや本当に幅が広がりますね。ダウンショットって聞くとなんか、釣れるのって多分ほとんどの人が思うんですけど、じゃあね、今見てもらったように当然普通に釣れて、これも自分いろんなところでやっぱ言うんですけど、だってこの形って投げさびきじゃないですか。で投げさびきよりもさらにそのワームがついてる感じなので、より浮遊感があって、まあアジにとっておそらく魅力的だと思うんですよ。釣れないわけがないんですよ。でさっき言ったようにあの、まあ、メリット、まあ、飛距離であったり沈みの速さであったり他のリグではできないようなメリットがあるので、やっぱりこの飛び道具はもう手札の一つに加えといたが絶対いいですね。まあ、正直今の状況であればキャロとかでも釣れるっちゃ釣れるんですよ。釣れるっちゃ釣れるし、フロートリグだとちょっと今レンジが合わないから釣れないかもしれないですけど、まあキャロンでもできるはできるけど、やっぱりそのキャスト時のトラブルが多かったりとか、まあ沈みが遅かったりとか、やっぱ手返しが悪くなったりとかするんですけど、このダウンショットであればもうストーンと落ちるし、まあまあ、そもそも もっと飛ぶしみたいな。ただまあその枝数が短い分、その食わせ力みたいな、例えば擦れた魚とかにはなかなか食わせきることってできないんですけど、そういった時はあのキャロとかの方がやっぱりいいんですけど、今みたいな時間帯、おっとダーラクターまあベイトフィッシュを追って活発にまあフィーディングしているような時間帯であれば、その枝数が短いことによるデメリットっていうのはまあほぼほぼないので、こうやってあのちゃんと釣れてくれるんですよ。で今だってあの完全にジグタンじゃ届かない距離ですからね。でそういうアジもダウンショットであれば狙えると。イエー、素晴らしい。ちなみにワームはピンビーム。おーら来たー、もう入れ食い連発、連続ヒット、いやー楽しい、これもまあまあ大きいですからね。食ったのはもうジグタンじゃ届かないところ、これはちょっと可愛いサイズかな。よいしょ、これ可愛いですね。あー落ちそう、落ちる落ちる、そのまま落ちたなんだろう、この重量感はなかなかですよ。自分が今回紹介したのはこのエアリティの SF です。イグジストで SF が誕生したんですけど、それがこのエアリティにも搭載されました。 SF とは、スーパーフィネスの略なんですけど、もうライトゲームに特化したスペックになってます。大きく変わるのがこのまずボディのサイズですね、がボディがすごく小さくなって、あとさらにこのスプールのショート化ですね。でそのためにまあ自重がめちゃめちゃ軽いです。ちなみにこのエアリティは 130g しかないです。イグジストの SF が 135g なんですけど、それよりも 5g 軽い、ダイワのスピニングリールで一番軽いリールになってます。もうはっきり言ってライトゲームにはもう超ぴったりの、なんだろうな、もうこれ以上ないっていうスピニングリールだと思いますので、皆さんも、使ってみてください。リトリーブしながらシェイク、
そう、根がかりしにくいのもこのダウンショットの、まあ、メリットの一つなんですよね。おーら食った持ってきましたね今。そう、重り、下に重りがついてるだけだから根がかりしづらいんですよ。お、なんかすごい重い。あれ入られちゃったか。いや、でもなんかすごいおかしい、これなんか嫌な感じですね。嫌な感じというか、なんか食われたかもしれないですね。重りがなんか海藻とかに、いやでも絶対なんかこれ食われた系かもしれないです。ほらヒラメとかかな、この引きは。ヒラメっぽい気がするぞ。それまあまあでかそうな気がするよ。なんだろう、うん、ヒラメじゃないのかな。あ、やっぱヒラメだ。ほらヒラメです。ほらほら、そう、この重量感はなかなかですよ。これね、多分持ってきてないんですよ。あ、アジが外れた。アジ外れましたね。今ジグヘッドだけがかかってる。そう、最初完全にアジの当たりだったんですよ。さあ、これは向こうのスロープまでお散歩するしかないかな。枝巣が切れなきゃいいですけどね。多分飲まれてなきゃいいですけど。あ、飲まれてないかもしんないな。じゃあお散歩しますか、向こうまで。まさかのゲストですよ。これでちょっと 100m ぐらいお散歩しなきゃいけない。で、一番嫌なパターンが途中でこれで外れるってやつですよね。切れたりとか。いや、でも運がいいっすね。あの、大体、うん、まあ、アジが最初釣れて、そのヒラメが食う、食ってくるって、まあまあ、よく、まあ、よくあるっちゃよくありますけど、大体、その、ジグヘッドのちっちゃな針だから、かからないんですよね、こうやって。で、かかったとしても、やっぱりその、丸飲みされちゃったりとかすると、どうしても、ヒラメの歯で切れちゃうんですけど、さあ、あと、20メーター。さあ、おいでー。うれっさイエーイ。ここだったらラインも切られないし、でもね、これ多分プッと外れるんですよ。ほら、危ないおい、やったー。いやー、なんとかというか、本当にスペシャルなゲストでしたね。いやー、最初アジだったんですよ。アジで途中からもう重量感のある何かが引っかかったような感じになったので、うわ、これで多分食われたなと思って、案の定、あ、手前まで来てアジも、まあ、ついてて、でそのアジは外れちゃったんですけど、こんなのが食ってきました。まあ、やっぱアジがいるっていうことは、やっぱりこういうフィッシュイーターも当然入ってくるっていう感じなので、いいサプライズでした。だいたい65ぐらいですね。夕方5時のチャイムですね。この時期だともう5時でもこの明るさですからね。移動します。さあ、場所をちょっと移動してきました。もう完全に今真っ暗な時間帯になりましたね。なので、ターゲットをメバルに変更してみたいと思います。ここまあ漁港なんですけど、漁港の外側を狙うって感じで、まあめちゃめちゃでかいメバル、尺ぐらいのメバルっていうのはなかなか少ないんですけど、まあ25ぐらいのやつがよくいるポイントなんですけど、ここでちょっと狙ってみたいと思います。で、リグはガブリシャットとの、まあ、スプリットリグですね。スプリットショット、3B のガン玉が3個だから 3g ですね。ジグヘッドは 1.5g ですね。で、ちなみにタックルは先ほどダウンショットを使ってたキャロ用のタックル、アジングタックルなんですけど、自分はこのメバルにも利用しちゃいます。とりあえず足元からショートキャストして、まず足元いればすぐバイトが出ると思うんすけどね。問題はそのメバルの時、まあ、時期シーズンに入ってるかどうか。アクションはまあ基本的にはもうただ巻きです。レンジは中層っていう感じですね。ちなみにこう水深がまあ5メーターぐらいかな、だから上からまあ2メーターぐらいのところ。例年ハイシーズン、まあ一番いい時期は年末年始頃なんですよ。あー、立ったか。今11月の末なのでちょっと早いんですよ。で、さらに今年、まあ、2023年夏から秋にかけてずっと暑くて、海の中もまだまだ秋って感じなので、多分遅れるんすよね。よし、あー、今のはメバルっぽいけどな、重かったっすよ。でもね、めちゃめちゃでかいってわけじゃない、多分なんか今の20センチぐらい。一瞬乗りましたけどね。アジとかムツとかにして重かったですね。多分メバルだと思う。1ヶ月ぐらい前かに来た時はもうメバルの目の字もいなかったっす、なかったっすけどね。さすがに1ヶ月経って季節は進みましたね。ほらね、いたー、来たー。さあ、これは
まあまあ重い。なんだ、シーバスかな。メバルだったらまあまあでかいっすよ。ちょっと一回照らしちゃおう。もうあ、メバルだ、メバルだ、やったおいたー、いえー、ちょっと時期が早いかなと思ったけど、ほらー丸飲みデカメバル。いやー、これ尺あるかな。あるかもしれないですね。やったぜ。これ多分ね、バイトしてたんですよこいつ。なんかさ、自分がさっき20センチくらいかなと思ったっすけど、でも多分こいつだったんですね。通してバイトが出て、でその後に自分違うとこ投げてたんですよ実は。多分暗いから、ま、分かんないと思うんですけど、当たりが出ても深追いしなかったんですよ。でちょっと時間を置いて今通したら一発で食いましたね。そうだから、デカメバルってそういった警戒心とかもやっぱ高いので、あんまりその同じところに何回も何回も通してもやっぱダメなんですよ。でなんか気配を感じたらちょっと時間を置いてやっぱ攻め直したりするとね、ちゃんとこうやって食ってくれる時もあるので、いや作戦成功。これぐらいですね。あーほら、やっぱりないっすね。29か、うん、29ぐらいっすね。やっぱりまだなんかお腹にはそんなにって感じですもんね。狙い通り、狙い通りだけど、このサイズが出るとは思わなかった25ぐらいまでかなと思ってましたけどね。はい、バイバイ。あー元気に、あー元気に行きましたね。イエーイ、やったー。ね、今産卵、もうちょっとで産卵するんですけど、ね、お腹にまあ卵というか稚魚というかがこれからね、多分どん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 大きくなる時期だから、まあなるべくリリースするのがやっぱ大事ですね。まあ自分は少なくともリリースしてます。いやー、よかったー、狙い通り、作戦通り。さあ、まあメバルもまあ思いのほか大きなメバルも連れてくれてよかったっていうのと、あとはまあここちょっとポイントも狭いので、で今散々ライトとかもつけてあったので多分もう釣れないんですよ。またちょっと違う場所で違った、まあ、展開の釣りをやっていこうかなと思います。ということで移動します。はい、また場所を移動してきました。ここはですね、ゴロタですね。外房にでゴロタってちょっと珍しいんですけど、まあ、このゴロタ場があるところに来ました。ここちょっと今真っ暗だから地形がわからないと思うんですけど、実はちょっとワンド状になってて、そこにゴロタがあります。まあエリア的には外房と南房の間ぐらいなんですけど、結構そのディープが隣接するエリアなので、そのでかいアジっていうのがまあ回遊しやすいようなまあエリアにはなってます。ワンドの中っていうのは夜やっぱベイトフィッシュが集まってくるので、外からまあ沖から入ってきたまあベイトフィッシュが集まってきて、でそれをまあでかいアジ、まあ、狙ってそのまあこういうまあワンドというかこういうところに回遊してくるので、それをまあ狙って見たいと思います。だからまあここで狙うはやっぱちょっとでかいアジですね。まあ尺が出れば本当にまあいいなっていうところなんですけど、こればっかりこうもう回遊なのでね、なんとも言えないんでけど、まあまあまあちょっとやってみましょう。ちなみにこうリグは 6.5g キャロからスタートして、でルアーが、アジングビームバチコンカスタムの 2.2 インチで、ジグヘッドが 1.5 グラムですね。これでスタートしてみます。さてどこに立とうかな。これあんまり沖の方照らしたくないですよね。結構あれなんですよ、波打ち際でバイトする時もあるんで。じゃあ行きまーす。まあ釣り方はもうキャストしたらもうただ巻きが基本。まあただ巻きと、あとまあ自分は結構ちょっとシェイクを混ぜたりしますけど、基本的にはもう投げて巻く。でここのポイントなんかもうプレッシャーがもう皆無なので、そんなに小難しいことしなくてもいいし、でやっぱり基本的にはそのベイトフィッシュをまあ捕食しに回遊してるしてくるアジなので、まあアジさえ回ってくればまあシンプルな釣り方で釣れることが多いですね。でちなみにまあ地形的なところで言うと、まあ自分のこの足場からどれぐらいかな、10メーター弱ぐらいのところまでちょっとゴロタが続いてて、でそこでちょっと深くストンと落ちます。深くっつってもせいぜい水深はここで3メーターぐらい、まあ8メーターぐらいかな、8メーターぐらいまで水深はまあ1メーター弱ぐらいのすごい浅いとこなんですけど、そこから2メーターぐらいまでスクンって落ち込むような感じですね。そして8メーターぐらい前のそのブレイクのところで食うこともよくあるし、まあ、でも基本はまあまあ沖のやっぱりそのワンドのど真ん中ぐらいな、ちょっと水深があるようなところでヒットすることが多いですけどね。でこの後アベレージが大体に、おーおお来た、でもねこれなんだろう、多分ムツかな。なんかサイズ感がまあ20センチ台後半とかのアジじゃないですね。おお、また食った、手前で食った。お、これちょっと重い。さあなんだ、アジかな。
よいしょ、アジだ、ほらサイズアップ、アジでしたね。これはね、手前で食った。まあサイズアップって言ってもそんな尺は全然ないですけどね。ないけども、こうやってその地形を選ぶというか、なんていうのかな、アベレージがやっぱりでかい場所、まあエリアっていうのがあるんですよ。だからそういうポイント選択をすると、こうやってでかいのが釣れる。だってこれ明らかに普通の漁港で釣るよりもでかいですからね。あらー、あ、でもちょっと長いかな。やったものの、これなんだ、2投目かな。いやー、すぐでしたね。いやー、今日は順調だな。狙い通りだ、これも。いやー、いい味、幅広で。これもアジングビームバチコンカスタム 2.2 インチフルルミノーバーもばっくり食ってますね。ほら、まあ、6ぐらいですかね。まあ実際全長で言ったら7ぐらいありますけどね。当たった、ほら来たー。今日はなんか魚入ってるな。いい日ですよ。よいしょ、ほら、あ、ムツでしたね。ムツでした。やっぱりいましたね、こいつが。はい、ムツでした、ね、このサイズになると食べ応えもありそうで、外房というか、まあ房総では嬉しいゲストか。アジをやってるとよく釣れる魚ですね。移動しますか。ファイナルステージに行きましょう。さあ、やってきました。本日最後のポイントです。ここも磯なんですが、また真っ暗で当然わからないと思うんですけど、ちょうど船道になってるんですよ。今から狙うところが船道になっていて、ここで、まあ、このデカメバルを最後に狙ってみたいと思います。使うルアーは、先ほどの、まあ、メバルを釣ったやつと同じですね。ガブリショットのスプリットショットリグですね。ガン玉3つ。だから3グラム。前回はイサキしかいませんでしたけど、もうメバルはいる時期ですからね。キャストして今中層まで沈めて、おお、食った、いったー、一発一発、これはメバルな気がするよ。もうフォール中でしたね、今一発だ。どうかな、サイズはメバルだと思うけどな。よいしょ、おら、あ、違った、またこいつか、またイサキメバルだと思ったのにな。今もう11月の末、あと、2時間ぐらいでもう12月ってこんな時期ですけど、まだいるんですね。これはこれでっていう感じなんですけどね。おら、食った、足元、これはなんだ、よいしょ、お、でっか、でかい、イサキか。イサキですね。これはメバルな気がする。足元でしたね。ほら、メバルサイズは尺っていう感じではないけど、足元についてました。まあ20後半。いやー、いましたね今ほんと足元でした。もうマジでバイトするのが見えるぐらいの、そんな感じでしたね。いやー、いたいた。いやー、嬉しいな。なんとか釣れましたまあ漁港ね、さっきはまあ20後半の、まあ、デカメバルが漁港で釣れましたけど、まあ普通にやってれば、まあこういうサイズってなかなか漁港とかでは釣れないんですけど、その磯場とか、まあゴロタ場みたいなところとか、やっぱり人がなかなか入らないようなところとかをやると、やっぱり釣れるのはこうやってでかいメバルが、ね、こうやって残ってちゃんと釣れてくれるので、自分はだからもうこの冬、特にこの年末年始とかが、まあ、ハイシーズンなんですけど、その時期になると本当にこうやって磯とかに入ってよくこういう釣りをやるんですよね。そうだから釣れると大体こうやってでかいんですよ。ほらね、26だ。いやー、なんとか一匹って感じだな。やっぱりなんかまだまだシーズンが始まってない感じですね。やっぱいるんだよな、いるっちゃいるんだよな。あら、来た、わー、これはメバルな気がするけど、どうかな、違うか。ほら、メバルでしょ、メバルだ、メバル、メバル。あー、でもかわいい、かわいいサイズです、かわいかった。でもメバルやっぱりいた。よいしょ、さっきと同じぐらいかな、1センチぐらいちょっと短くなっちゃったけど、
でも長さ同じぐらいか。立て続けですね。いやー嬉しい嬉しい。いやでも本当こうやってポイント選びなんすよ結局は。まあメバルまだねこれお腹ぺったんこでまだまだ産卵っていう感じじゃないですけど、やっぱりその年末年始から、まあでもそうだな、やっぱ年末年始頃かなになるともうお腹ぷっくりして、もう本当産卵直前になるともっとよく釣れるんですよ。今やってるところもそうなんですけど、まあちょうどその磯がまあ切れてて船道みたいになってて、ここだけ要は穏やかなんですよね。で今ねこうやって自分が立ってるところもそうなんですけど、もう本当に波がひたひた来る程度なんですよ。で本当穏やかな場所で、穏やかな場所にそのこうやってメバルがやっぱりその産卵しに来るんだと思うんですよね。であとはまあその産卵もそうだし、あとはやっぱりこういうスリットみたいなところっていうのはベイトフィッシュが当然集まりやすい。まあ今なんかすごい潮位が下がって、もうほとんどその平磯が干上がっちゃってる状態なので、当然そこの上にいるようなベイトがギューってその凝縮されるので、まあベイトもいっぱいいるはずなんですよ。だからこういったところを狙うとこういうまあいいメバルがまあ釣れると。実際今ね見てもらって分かると思うんですけど、やってることって自分すごくシンプルなんですよ。本当投げて巻くだけ。だから肝心なのはやっぱポイント選び。そうすればこういうでかいメバルがちゃんと釣れると。はい、ありがとうね。はい、バイバーイ。いやーなんとかって感じですね。いやいや、よかったよかった。だからそのメバルのポジションもやっぱりちょっとその産卵を意識したポイントじゃないですよね。なんか本当産卵を意識するともっとやっぱ奥の方なんですよ。まあまあもちろんこっちでも釣れるんですけど、奥の方でもよく釣れるんですよね。おら来た、連発。おお、これはどうかな、どうかな、ちょっと重い気がするよ。おお、どうかな、ジャンプした。お、メバルメバルメバルだけど、あ、同じか、サイズは同じか、同じか、連発ですね。ちゃんとにいるところに投げればこうやって釣れるんですよ。いやこれで3連発ですね。いや3連発もういいでしょう。いや今日はたくさん釣りましたよ。アジに、マズメのアジに始まり、まさかの、スペシャルゲストのヒラメが来て、ゴロタに行ってサイズアップを、アジのサイズアップを狙ってまあ、すぐ釣れて、で、まあ、この最後のポイントに来て、もうそれこそやっぱ1投目で、おお、来たかなと思ったら、まさかのイサキ。で、それで終わりかと思いきや、このメバルの最後のこのラッシュ。いい一日でした。でもやっぱりちゃんとにあれですね、時期は冬に近づいてるって感じですね。ほんと前回、1ヶ月前はもう全くこういうメバルの気配に、なかったですけど、着はね、今回出なかったですけど、まあね、こうやってメバルがちゃんとにいるっていう、まあ、もうちょっとで冬だなっていうとこですね。やっぱり1センチ長いですね。やっぱ27ですね。はい、ありがとう。はい、バイバーイ。おお。いやー。いや、よかったですね。最後は、メバル3連発で。いやー、なんとか。まあ、なんとかというか、やっぱり若干ちょっと時期が早いですよね。まあ、シーズンはシーズンなんだけど、本当のいい、ハイシーズンのちょっと前なんですよ、今。だから、まあ、あれぐらいの、まあ、20センチ台後半が多かったですけど、もうちょっとね、ほんと、あと何週間かすると、多分、アベレージももうちょっと良くなって、お腹がでっぷりした、ビッグママみたいなやつが釣れると思うんですよね。そうすると、またそれはそれで楽しいですけどね。いや、でも、とはいえ、いやー、よかったです。釣れて。もう、最初にね、イサキが釣れた時、あ、まだなんか海が、夏を引きずってんのかなと思ったんですけどね。しっかりやっぱりメバルはもうさすがにもうこの時期なんでね、ちゃんとにいてくれましたね。いや、よかったです。本当に今日はもう最初ユーマズメのアジに始まって、でまさかのね、スペシャルゲストが来て、アジも狙い通りサイズアップができて、でまあイサキメバルと、いやもう上出来じゃないですかね。いい一日になりました、この冬の、ライトソルトゲーム。まあアジメバル、このボーストでやりましたけど楽しかったです。いやそんな感じで、今回も見てくれてありがとうございました。またねー。